我が国に王様はいない。王様もいなければ女王もいない。はぁ、あ、喉乾いたな。しかし我が社にはいる。喉乾いたな。コーヒーとか飲みたいな。入れてくればいいじゃないか。入れてきて。なんでだよ、自分で行け。いや、私が入れても美味しくないもん。先輩に入れてほしい。東直、我が社に君臨するわがまま女王。彼女に手を焼いた上司同僚は数知れず。もちろんこの俺、ゆうやまゆうすけもその一人だ。飲みたきゃ自分で入れなさい、俺は知らん。当然そんな彼女のわがまま放題を野放しにしておくわけにもいかない。ここはビシッと断って先輩の威厳を見せなければ。砂糖とミルク二つずつだっけか。女王の意向の前に先輩の威厳なんてものはもはや存在しないのであった。おい、今日金曜だし、たまにはみんなでのんびりでも行かないか。飲みの誘いか。まあ行ってもいいんだけど、正直ちょっとめんどくさいな。とはいえこういうのもちょいちょいは顔出しておかないと、社内でのチームワークが。嫌です。おい、そんなこと言わずに。たまにはなおちゃんも参加。いや、めんどくさいですもん。家帰りたいです。そう、そっか。そっかじゃないのよ。じゃあ他のみんなで行こう。ああ、ゆうやまどうする。ああ、俺はゆうやま先輩はダメです。帰りに本屋に付き添ってもらう約束してるので。え、なるほど。じゃあゆうやまも行かないってことでいいな。いや、俺は。そうですね。あ、はい。まあ、いっか。ちょっと面倒だったし。おい、ゆうやま。お前も大変だよな。あずまの面倒役任されて。あ、そう。わがまま女王は、その扱いづらさから、どの上司、同僚も敬遠している。もっぱら彼女の担当は俺に一任されており、教育から普段のコミュニケーションの何まで俺の役目になっている。役目というか押し付けられたというか、まあ別にいいんだけど。ほら行きますよ先輩、急がないと本屋閉まります。ああ、はいはい、分かったよ。ちなみにこんな彼女だが嫌われているわけではない。一応仕事自体はちゃんとやっているし、むしろ優秀な方だ。会は一回です。君、俺の後輩だよね。可愛げは絶望的なまでにないけど。ゆうくん。あ？頭撫でて。家ではこんなに可愛いんですけどね。東直、俺の婚約者。来年には籍を入れる予定。社内恋愛というのが気恥ずかしいのか、彼女の要望で一応会社には秘密にしてある。もっともそのうちバレるだろうけど。いっぱい。まったく。うん、もっと真面目に撫でて。なんだ真面目に撫でるって。可愛さは7割増し。過去当社非、過去閉じる。だがわがままなのは相変わらずである。会社でも家でも彼女の根本的な性格は変わらない。要は甘えん坊だ。彼女とこういう関係になったのは2年前。もとよりわがままな性格をしていた彼女と、誰かに頼られるのが嫌いじゃない俺は比較的相性が良かったらしく、出会ってから付き合うまでそう時間はかからなかった。根本的に俺はド M なのかもしれない。自覚はある。はは、癒される。俺犬より猫派なんだよな。ゆうくん、腕枕。はいはい。うん、落ち着く。あのなあ、なお、お前家ではいいけど会社ではもう少ししっかりしないと。うん。周りの目だってあるし。
しっかりしてるもん。仕事だってちゃんとやってる。そういう話をしてるんじゃないことくらい分かってるだろ。うん、ゆうくんはそういう私が嫌いなの？いや、好きだけど。じゃあいい。よくない。はあ、まあ結婚して子供ができたりしたら彼女は会社を辞めるつもりのようだから、時間の問題っちゃ問題だけど。え、中途採用？さあさあ、今日から入るんだって。ある日の朝、同僚からそんなことを聞かされた。女の子らしいぞ。しかもなんか可愛いらしいぜ。お前そんなことばっかだな。まあそりゃ可愛いに越したことはないけど、別にその辺はどこかの誰かさんみたいに扱いづらくさえなければ何でもいい。先輩？な、あ、じゃあ俺はこれで。え、うん。なんだよ。何か今不穏なことを考えてませんでしたか？なかなか鋭いな、この子。どんな美人さんが来るのか楽しみ？お前まで何言い出すんだ。冗談です。先輩は私一筋ですもんね。まあな。顔会社だぞ、ここ。よし、みんな今日は知ってると思うが、新しい仲間を紹介するぞ。さ、入って。あ、来たみたいですよ。うん、浅川朝日です。よろしくお願いします。うわ、本当にすごい美人だ。うん、いたたたた。何見とれてるの？いや違う、そういうわけじゃなくて、なんであの人がここに。そういうわけじゃなくて。あ、そのどうしよう、あんまり言いたくないな。あ、いたたたた。何笑ってるの？いや向こう向こう、俺は笑ってない。おい、あんまり入ったばかりの新人を威嚇するな。なんですか、先輩はあっちの味方ですか？そういうわけじゃないけど、というか何をそんなに敵視してるのさ。だって先輩見とれてたし。見とれてないって。しかも目があって微笑みかけてたし。それあっちだけだって。異議ありです。じゃあ少なくともあっちは数ある社員の中から先輩を見つけて、先輩だけに微笑みかけたってことです。重罪です。なんて横暴な裁判官だ。ああ、参ったな。ブヒー。あ、勝った、ショーラー。何してんだお前ら、マジで。部長、こちら終わらせておきましたので確認お願いします。浅川朝日、入った初日から彼女はバシバシ仕事をこなしていた。先輩お疲れですか？お茶でも入れましょうか。その上気も利くし、さらには美人。というわけで社内の男連中は。朝日さん、いいな。ご覧の通り骨抜きである。いた！だらしない顔しない。捨てないよね。理不尽すぎる。ふぅ、しかしまさか同じ職場にやってくるとは。大方どこかから俺とナオのことを聞きつけてやってきたんだろう。ああ、そうに違いない。社会人になってからはしばらくおとなしかったから安心してたけど、そうは問屋が下ろさないってことだな。ああ、あんまり他の人に知られたくないな。ゆうやまさん。え、何を飛び上がってるんですか、ゆうやまさん。浅川さん、どうしたの？いえ、何かお手伝いすることがあればやって差し上げようかと。わざわざ接触してきやがって。じゃあこの資料のコピーを取ってもらおうかな。いいですよ、南部。私がやる。え、コピー取ればいいんでしょ。私がやるから任せて。え、お前いつもそういう雑用やらないじゃん。やるったらやるの。はい、資料ください。わかった。うんー。
残念、仕事が取られてしまいましたね。ではまた何かあればお手伝いさせてくださいね、ゆうやまさん。わかった。ああ。何ため息なんかついてるんですか？いや、別に。ああ、その資料だけど10部ずつ。じゃあ私はコーヒー飲んできまーす。てめえ、この野郎。くそ、珍しく残業になってしまった。終わらねえ。先輩、まだ？先輩、待ちくたびれた。先帰れば。うん。痛。はよ。あ、わかったわかった。こいつマジで後輩の風上にも置けんな。ゆうやまさん、大変そうですね。遅くまでお疲れ様です。コーヒー入れましたので、どうぞ。どうも。手伝いたいのは山々ですが、私はまだここの仕事に慣れていないもので。すぐ慣れるだろう、あんたなら。私もコーヒー入れてくる。え、いや、すでに一杯あるからいい。ぜひいただきます。まったくもう、ほんと何なのあの人、私のよくの周りをちょろちょろと。どうしても何も、そんなの愛するユウくんのことが気になったからに決まってます。今の何？確か愛するユウくんって。ああ、その点は大丈夫です。みんなのいる前ではちゃんと名字で呼んでるじゃないですか。え、別に何も企んでないですよ。お気になさらず。あら？ちょっと聞こえてました？あなた、先輩とどういう関係ですか？よく聞こえなかったけど、はっきりとわかることがある。この人は少なくとも、ゆうくんとただならぬ関係。それは秘密です。そのうちわかるでしょうけど。はい。何ですか？そんなに私と彼の関係が気になります？アズマナオさんでしたね。あんまりゆうやまくんを困らせちゃダメですよ。なんであなたにそんなこと言われなきゃいけないんですか？絶対困らせて。なんか、あら、そうですか。わがまま放題言っているって聞きましたけど。どうしてそんなことを。狂気とばかりなのに。まあとにかくそういうわけです。それでは。お、ナオ、何してんだ、遅かった。うわっ。あの、ナオ、話しかけないで。はい。なんだ今日は、いつになく不機嫌だけど。膝枕でもするか？え、いや、必要ない。え、そう。あれ、これもダメか。珍しい、あの子が何も言わずに自ら掃除機かけているなんて。一体何があった？どこかで頭でも打ったんじゃないだろうな。えらいな、ナオ、掃除するなんて。何バカにしてるの？あ、いや、そういうわけじゃ。まあ確かに小学生じゃあるまいし、掃除機かけたくらいで褒めるのもあれだな。ぶっちゃけ普段のナオから考えると信じられないくらいの進歩だが。まあとにかくありがとう、助かったよ。え、別にこのくらい普通だから。普通。え、なんかめっちゃ寂しい。おいナオ、何やってんだよ。何ってわかるでしょ、料理を。お前、料理なんてしたことないだろ。俺がやるからいいよ。ダメ、料理の一つや二つくらい当たり前にできるもん、バカにしないで。いや、バカにはしてないが。包丁を。危ない。そんな持ち方じゃ怪我するぞ、気をつけないと。あのさ、どうしたんだよ今日は、らしくないぞ。
に何でもないし。何企んでる？失礼な、企んでなんてないもん。ただその優くんが悪いだから。何よ、みんな厳しいに親しげにして。はあ、だって優くんだって他の男連中と同じで、浅川さんみたいにああやって気が利いて仕事のできる美人の方がいいでしょ。お前何言って。だから私もせめて普通に当たり前のことくらいやるようにしないと。バカバカしい。何よ。俺はお前の甘えん坊なところが好きなのに。というか甘えられないと寂しい。でもいつか愛想尽かされるかもしれないし。お前本当に俺のこと好きだね。うるさいな。まあいいよ、わかった。そういうことなら一緒にやろう。二人でやった方が楽しいだろ。うん。まったく本当にこいつってば。よかった。可愛いやつだよな。おまけ、数日後。お、やってますね。感心感心。なんであなたがここに。あさね、何勝手に上がってんだよ。あさね、だって鍵開いてましたから。そりゃ家の中にいるからね。そんな白昼堂々と入ってくるやつがいるとは思わないよ。入ってきますよ、姉ですもの。姉？そう、だから嫌だったんだ、恥ずかしい。そんな恥ずかしがらずとも、全国の姉と弟は基本的に愛し合っているのです。改めて紹介しよう。浅川朝日、我が姉。蝶のつくほどのブラコンで、とにかく過保護。幼稚園から高校生までずっと何かにつけて俺の面倒を見たがる。姉のせいで周囲からはしょっちゅうからかわれていた苦い過去。特に女性関係には敏感で、彼女ができようものならその人の身辺調査はもちろん俺にふさわしくない、かっこ姉の個人的見解、かっこ閉じる、と思った時点で。あなたは不合格なので、ゆうくんに近づかないでください。あと、わざわざ告げに行く迷惑っぷり。そのせいもあって、会社では彼女が姉であることはあまりバレたくなかった。恥ずかしいし。そんな彼女も数年前に結婚してからはしばらくおとなしくしていたんだが。まったく、婚約したならすぐに教えてくれないと。愛する弟と添い遂げるパートナー、姉である私、自ら審判を下さねばなりません。いや、だから教えたくなかったんだよ、ブラコめ。大方、旦那と俺が電話で話していたのを聞いたか何かしたんだろう。朝姉の旦那、めっちゃいい人だからな。ついついいろいろ話してしまうんだが、それがどうやら裏目に出た。はっはっは、ノープロブレム。もしかしてこの人、そんなことのためにうちの会社に中途入社したの？そのもしかしてだよ。この人、頭いいくせにとんでもなくバカなんだ。アズマさん、言っときますけど、まだ認めたわけじゃありませんからね。うちの可愛い弟を困らせるような人は許しませんから。おい、くっつくなよ。テレテレして。してない、どう見てもしてないだろ、実の姉だぞ。さらにおまけ。すみません、ご迷惑をおかけしました。待って、ケイ君、これはね、姉として大事な務め。ユウ君、なんだったの、あの人。ごめん、あれでも俺の実の姉なんだ。嫌いにならないでやってくれ。あと近々君の姉にもなる、頑張れ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録してほしいな。高評価もいっぱい押してほしいな。よろしくお願いします。